バレンさんって今不動産業もしてるし、はい、こういう宿泊業もしてるじゃないですか、はいはいはい、こういうセカンドキャリア、うん、ボクサーのセカンドキャリアに関して、うんうん、もうずっと現役中って考えてました。俺はだってある意味ね、じゃあ15歳からボクシングやってるでしょ、俺24歳からボクシングやってんだよ。どういうことかっていうと、俺は、金融会社に勤めてるのがだいたい21歳からだったから、要はその金融会社の普通の社員としていることが俺は先なのよ。ボクシングは俺にとっては後だったのね。うん、そのやっぱこの普通に会社働いてもあんま面白くねえなーって、なんかちょっとやりたいなと思ったのが、まあそのまあボクシングっていうのもやっぱりつながったし、最初は総合やろうと思ったんだけれどね、はいはいはい、うん、でまあそのまあ最終的にはボクシングになったんだけれども、僕にとってはボクシングは本当に後付けだったから、常に俺の中には最初にまず、自分の生活をしっかりしないといけないんだと。なんでかってやっぱ俺ナイジェリアと日本のハーフじゃん、うん、でナイジェリアってすげえね、やっぱり、ね、貧乏な国だよ、ていうかまあ貧富の差が激しい国だね。でうちはそんなにお金持ちじゃなかったから、お金がないとどういうことになるのかっていうのは俺はちっちゃい時からもうまざまざと分かったから、うん、だからまず日本に来て最初に確保しないといけないのはその自分のその経済状況、まあ、ここをきちっと固めないとそこからだなっていうのはもう分かってた。好きなことをやるっていうのは、日本は反対に貧乏、本当の貧乏したことのある人っていないもん。まあやっぱ恵まれてるんですね。そう、うん、だって好きなことがそもそもできるね、バイトができるなんてもうなんかバイトってなんか下に見られてるけど、そんな仕事だって探せば絶対あるわけじゃん、なんかあるわけじゃんね、うん、それがある時点でどれだけ幸せなのかってことを日本はまだ知らないんだよ。うん、究極言ったら生活保護だっていいんだよ。俺そう思ってビジネスやってるもん。いよいよダメになったら俺生活保護に僕は頼ります。うん、で生活保護からまた頑張ってまた登ってやると俺思ってる。その要はマリオだったら死なないマリオと一緒だよ。永遠に落ちてもトイーンって上がってきて、わかる、こんなのでね、こんなので8面までクリアできないはずないじゃん。そう、俺はそう思って毎日生きてる。うん、もうじゃあもうまあ当たり前なんですね、その仕事っていうかまあボクシング以外に収入が、うん、収入源がまあメインの収入源があるっていうのが当たり前だから、そう、そのセカンドキャリアっていうものを考えたこと自体がない。ない。俺はだからもうそのだって金融会社働きながら俺は日本チャンピオンになったしね。つまり何かそのなんだろう、だってボクシングって勝ったか負けたかそんなんでガラッて変わる。ある意味俺これギャンブルに似てるなって思ってんだよ。そう。しかもね、勝つ人間が著しく低いギャンブルだよ。でしょ？だって、いよいよ全勝な人間はってなったら、メイウェザーしかいなくなるやん。ですね。もうでしょ？うん。なんかそうなってくると、これはある意味ギャンブルだなと。で、もちろんね、そのギャンブルで買っていって、一攫千金入れるような人もいる。それは確かにある。でも、それを、もし俺がそれをやるんだったら、俺がいいよ。小学校とか、幼稚園からボクシングをやってた人ならばいいよ。それで勝負したろうって俺は思う。でも、24歳でボクシング始めるなんてさ、ちょっと、あまりちょっとハンデがありすぎるよ。だって今29やろ？つまり、クリアだからしてみたら、5年ぐらい前にボクシングを始めた。だって28で俺新人王だからね。すごいっすよね。でしょ？だから、そうやって考えるとね、なんだろう、セカンドキャリアっていうか、もう俺はもう本当にもう、何かあるってことがベースだった。だからこの不動産も、まあ、会社辞めて、チャンピオンの間に、何かないとダメなんだって俺思ってたから、うん、すぐ取り掛かったし、うん。あ、もうじゃあ現役中だったんですね。もう現役中に、不動産もやってたし、民泊もやってたし、そう。で、YouTube もやってたし、そう。ただ俺が現役中に考えたビジネスは全部、俺がね、最初は時間かかっても、一回、そのシステムを作れば、あとはお金が入ってくる。そうすれば、ボクシングをやる時間ができるやん。だってね、チャンピオンになってボクシングのために時間を作ろうと思って金融会社辞めたのに、他の仕事をしないといけなくて時間を
取られたら意味ないじゃん。そう、だから俺が最初に考えたのは、OK。俺は今から自分で、稼がないといけない。でもじゃあそうなった時に、俺の時間を食わない、作れるビジネスは何があるかなと思って、いっぱい、探して勉強して、そしたらやっぱり、不動産とか、こういう、宿泊業に行き着いて、それをやってる。うん。やっぱすごい、ここに関して勉強して。めちゃくちゃ勉強した。もう、どこにするのかとか、あと、ね、この、家のこのデザインなんかもやっぱり自分で考えたし、その、ね、外国人が来て、はい、なんか日本を楽しめるところを作りたかったの。はいはい、いいの、絶対ね。絶対喜びます、ね。普通ね、普通ね、日本の家にね、一家に一個鎧なんかねえよ。いいの、分かってる。そんなこと俺よく分かってるよ。でもさね、アメリカから来た人たちがこの鎧を見て、おう、ジャパンとか言うわけ。いや、で、ここでインスタ映えの写真とか撮るわけだよ、そう。なので、そのやっぱりなんか、そういうのが、まあ俺は得意だったからね、考えるのはね。うん。なるほど。そう。そういうことをしていったよね。そっか、僕自身がそんなに今明確にこれっていうの特になくて。うん。そういうのってやっぱやばいなって思います？いや、あのね、俺はね、一番やばいなって思うのが、まあ、ボクシングやりながら、ボクシングにも本気ではない。ボクシングに本気でもないし、なんか不安持ってて、他のこといいんじゃないかと思って、他のことを中途半端に探してる。この状況が俺は一番やばいと思う。むしろね、ボクシングに行き切ってやろう、今はこれだと思って、ガーって行くやつって、ボクシングはダメでもね、その後、その熱を他のことにガーってやるんだよ。そういうやつってそれで成功できるから。そう。だから俺は、なんでまあそうしたかっていうと、それがもう、なんかこう、できるような環境だったし、俺はそのちっちゃい時から。そもそも、ボクシングは最初じゃないもん、俺は。うん。生きていく、こと。例えば俺は、なんだっけ、まず医学部に行こうと思って、勉強してたし、その、俺のベースにあるのって、勉強するってことなんだよ。その、何かを学ぶってことなのよ、はい。そう。ちっちゃい時から日本でもナイジェリアでもそれをやらされまくったから、俺にとってはある意味、アマチュアボクサーが、なんとなくジャブ出したら普通に形よくジャブ出せるよっていう感じで考えれるっていうだけ。うん。それを、まあ、ボクシングをやりながら一緒にやったっていう感じ。うん。一番良くないのは、今から、あ、やっぱり何かないといけないんだと思って、今あるそのボクシングをね、ちょっと中途半端にして、はいはい、ちょっと他のことに、やってみようかなとか、それが一番ダメ。やらないといけないのは、今ボクシングやってるんだったら、まず、全身それにかけてみろよって、それをやりたいんでしょ？うん。それが一番後悔しない方法だと思う。それをやる。でも、それやりながらも、ボケーっつって鼻ほじってる時間あるだろ？絶対あるはずなんだよ。だって、どんなにボクシングやってても、ね、24時間そんなやってるとかないんだよ。そう。そういう時間に、例えば俺だったら、電車乗ってる時間、一日にどんぐらい電車乗るか分かんないけど、1時間電車乗るんだったら、もし例えば自分は不動産勉強してみたいなと思ったら、その1時間の間不動産の本を読んでみるとか、そう。その、隙間時間の使い方、ここだと思うよ。なるほど。うん、そこで次に生きるところの勉強しようと。ところの勉強しようと。そう。うん。でも、次に生きることの勉強をしたいがために、今ある本気でやらないといけないものをおろそかにしたら、本当にね、それが一番後悔する。ほんでびっくりする。その次に行った時も、結局同じことやるから。ああ、なんかこれじゃダメ。やっぱりこれかな、みたいな。そう。この、これかな、あれかな、これかなって永遠にやってる、人が、一番俺は、やばいと、俺は思ってる。なんかすげえ救われましたね。本当にですよね。隙間時間に漫画を読んでるのはやめようと思います。いやでもさ、隙間時間に漫画読んでんだろ。もしそれが本当に漫画が好きなら別にいいんだよ。なんでか。ね、いいよ。終わった後に漫画描く人になる別にいいし。一番良くないのは、なんかやることねえな。漫画でも読もうかな。ってなってくる感じで、ただ時間が、ただただ過ぎていくっていう状況が一番良くないの。人ってね、俺ね、無駄な時間って絶対ないと思ってんだよ。だって、好きなことをやってる限り、熱中してるから、脳が動いてんだよ、その間、バーンって。わかる？でも、この、なんかちょっと、テレビもね、あるじゃん。なんか別に好きなもんじゃなくて、そう、だから俺家から今テレビがないんだよ。うん。ネットだったら、少なくとも YouTube だったら、オンデマンドで自分で見るから。
見たいと思って見るから。これが大事なの。テレビはさ、パッてつけるやん。なんかなんとなくふわーんって見てる時ってあるだろ。俺はこの時が一番無駄だと思ってる。お笑いでも何でも俺、島田紳助好きなんだけど、よく YouTube いいんだよ。ね。見るやん。島田紳助さんの見る時って俺勉強してるの。どうやって話してんのかなって。うん、あ、ここで落ちかって。あ、じゃあこれか、これ使おうとか。うん、あ、それ、そういうトーク術みたいな。そうそう、みたいなのもやっぱする。それはなんでかっていうと、自分で、ただ、面白いと思ってやってるから、俺にとっては勉強じゃないんだよ。言ってることわかる、はい、そう。好きなことをやってるから勉強じゃないの。一番良くないのは、本当にこの、なんだろう、この、たまには必要だよ。ボケやフォアもいる。でも、なんか、常にね、あ、なんか何もすることがない。ほん、結構俺はこの時間が、人よりもかなり少ないと思う。そう。このヘッドホンとかあるだろ？多分みんな俺が、音楽聴いてる時もあるんだけど、音楽しか聴いてないと思ってるんだよ。俺はよくその TED っていう海外のこのトーク番組を、俺はこれで聴きながら、あの、歩いてたりとか、そう。とりあえず隙間時間。そう。うん。わざわざ今からよし！TED 聴こう、テッド聴こうとかはしない。でも、うん、歩いてる時間、だって俺はこっから、先にこうついたの、実は俺。こっから、クリアル迎えに行って戻ってくる時間なんて、多分、まあ、10分か15分あるじゃん。15分の間に1個の話は聞けるから。そう、そういう風に俺は時間使ってる。なるほど。いいよ、払っておかない。いやありがとうございます。いいよ、ありがとうございます。今のコンサル料は、俺多分ね、1万円払っても、はい、君の人生は得すると思う。本当ですね。そう、うん。はい。はい、じゃあ、あと請求しときますんで。ありがとうございます。ごちそうさまです。いやでも本当になんか、そうですね、安心しますね。こう、そうやって言ってもらって。うん。うん、で、なんか今、すごいこう、ボクシング関係の、うん。例えばそういう減量とかもそうですし、はい、栄養関連とか体を動かし方とか、うん、そのトレーニングに関してとか、そういうところで、うん、隙間時間使うのが好きなんですよ、うん、結構こう見てて、さっきのバレンさん言ってた、勉強するって感覚じゃなくて、うん、見てて楽しいから見てる、うんうん、だからそれを見てこう自分で試して、お、楽しいなみたいな、うん、やってるんで、うん、まあ、その時間じゃなく無駄に、例えばスマホ見て、SNS 見てるとか、うん、何もない、とりあえず暇だから今 SNS 見ようかなって、そういう時間があるんだったら、その時間で他の勉強するってことですね。そう、そう。で、その時も勉強するって意味じゃなくて、自分がやってめっちゃ楽しいことをしたらいいやん。ある意味、自分がめっちゃやって楽しいことを考える気力もないんだよ、そういう人たちって。わかる？そう。だから、なんとなく不安ってやってんの。だって、本来ならね、まあ、本当ならよ、もっと別なことの楽しいことがあれば、そのことやるはずだから。うん。やらないんだよ。俺ね、なんでもいいと思うの。勉強しようっていう意味じゃなくて、マジで、ふわーってやってる暇があるんだったら、よし、俺これやりたいと思うものを、今、やるよ。って思ってる。なるほど。もう気づいたら SNS 見てる時ありますSNS もだ、俺見るときは目的を持って見てるもん。ああ、すっごいですね。なんか。わかる。例えばね、まず検索、細川バレンタインってもね、エゴサーチかもしれないけど、まあ、それを見てるし、俺ほんとただただ、とかない。俺は、マジで。うん、もうファーンファーンって見てて、たまにいい情報あるんですよ。いや、これに関連とか。もうこれ、なんか初めて見たら、よし、検索しようとかね。やっと繋がったりするんですけど。いや、いいんだよ。全くするなって言ってるわけじゃないのよ。はい、そう。でも、それがね、やっぱり1日の24時間の大半の時間を食うようになってくると、マジで考えた方がいいと思う。ダメですね。うん、はい、あ。なるほど、なるほど。うん、じゃあ、あと、ちょっとこれ最後の質問にしようと思うんですけど、うんうんうん、まあ、YouTube の話で、うんうん、この YouTube を伸ばすために、うん、バレンさんがすごく気をつけてる点とか、僕、今、登録者が4000人ぐらいで、うん、全然この再生数とかの話になってくると、うん、一番いいので10万とかそんなもんですね。うんうん、はい、だから、なんかもう、どう伸ばしていったらいいのか全然自分の中で分かってない。まず今、伸ばすって言ったじゃん、はあ、ね、俺に具体的に伸びるってどういう意味かを
言える。確かに難しいですね。ね、こういう人って結構多いんだよ。YouTube 伸ばしたいんです、じゃあ YouTube はどうなってほしいと思ってんのって聞くと分かんないんだよ。つまりみんな伸びてる状態が分かってないのに、ね、どこまで行けば伸びてるみたいな、うん、そう、どうなったら伸びるなのかが言えないのに、伸ばしたいって思っているのね。ちなみに俺のチャンネルって今何人いるんだっけ、 5.7 ぐらい、7さ、だから5万7000人ぐらいなんだけども、はっきり言って、じゃあ例えばじゃあ京口の方が全然登録者数なんて3倍ぐらいあるしね、全然めちゃめちゃはっきり言って俺 YouTube 界で言えばもう小物中の小物だよ。でも俺ね、それでもやっぱボクシング、はっきり言って最近はボクシングだけじゃないな、結構俺街中歩いてても結構声かけられるんだよ、嬉しいんだよ、やっぱりすごく嬉しいんだよね。でもね、見たらわかりますもん。僕が5万人登録者いても多分気づかないですでね、俺はねちょっとこれは自信があるんだよ。なんでかっていうと、俺本当にそれ考えて YouTube 作ってるから。みんなね、登録者を増やすとか視聴回数を上げるっていうところばかりにフォーカスしてるんだよね。でもね、 YouTube やったら分かっ、自分でアナリティクスを見てると思うけど、視聴維持時間とかね、うん、だってね、じゃあ1視聴あたりの広告単価だとかそういうのもなんか全部やっぱり自分で計算したり見たりすることができるじゃん、ね、みんなね、登録者数、視聴数しか見てない。登録者数がどんなにバーってやってもパッて自分の動画見て、あ、つまんねえと思ってすぐ離脱されたら、そういう人って確かにあなたのチャンネルに対して登録はしてるけれど、あなたのチャンネルのファンじゃないんだよ。俺がやりたかったのは、自分の YouTube を通して俺は前向き教室、俺がやってるこのチャンネルのファン、かつそこからね、チャンネルのファンから細川バレンタインはどういう人間だ、どういう人間なのかっていうことを知ってほしいと思ったのよ。なので俺は必ず全て自分が言うことに対しては俺なりの意見が絶対にあるの。もうこれがいいとか悪いとかの話じゃないの。俺はその自分の意見を言うことについては全く、そのなんだろう、怖いよ、怖いけれどもそこは勇気を出して言う、もうそれが俺のルールなのね、うん、だからやっぱりさっき自分のチャンネルの時も、クリアルと話した時に、いいよって言ってって自分が思うこと、それに対してそのなんだろう、こうなんかこう、私はどうもこうもいろいろあるよね。発信する人っていうのは必ず発信したらそれに対して OK もあればダメも絶対あるのよ。もう俺はそれいいと思ってんの。みんななんかね、極端に炎上だとかそういうのをこう気にしすぎてるのね、うんうん、俺はそれをしたくなかったの、うん、そこが一回俺の中でベースできれば、もう俺ね、実は、登録者がめちゃめちゃ増えるとか、うん、視聴回数がバカみたいになんかこうね、上がるとか、実はそこまで気にしてない。もちろん、視聴回数が上がった方がいいと思ってる。でも俺はどう、何をしてるかっていうと、より長く見てくれる人が、より多くいたらいいって俺思ってんだよ。うん。例えばね、サムネだけすげえこう、なんか食いつくような感じにして、中の話聞いてみたら、ちょっとしょぼかったと。あ、釣り系嫌だって言ってましたもんね。そう、釣り系、そうね、はい、うん。そうなんかこう釣るような、うん、動画、うん、はい。そんなものは、そうだったらだって入ってすぐいなくなるじゃん。それってね、視聴回数自体はめちゃくちゃ上がるんだよ、それ。でも、それ、俺のファンが俺の動画を見てくれてるわけじゃないよねって。ちなみに俺のファンって、俺ファンファンって言ってるけど、俺のファンは、常に俺と同じ意見を持ってる人じゃないんだよ。俺とは違う意見を持ってる人も当然いるんだよ。だって話すことのトピックあるじゃん。俺の動画見たらわかると思うけど、俺コメントでめっちゃバトってるぜ。ね、バトってる時ありません。ね、わーって言われて、俺もクソバカかとかわーって言って。さあでもさ、そういう人たちもね、実を言うと、この動画ではそうだった。でも、今度違う動画あげるじゃん。そしたら、あの時はバレンさんと私は意見今でも反対ですと。でも、これは一致しましたって。私はこう思います。そう、俺ね、やっぱりこの、
なんだろう、あの、この、なんつうのかな、この、俺の動画を本気で見てくれている。これがファンだなって、俺は思ったの。だから、俺はコメントも必ず読むし、必ず返す。もしこれコメント読んだり、コメント返さなかったら、テレビと一緒やんと思ったら。発信して終わりでしょ、うん、うん。でしょ、でも、コメントがあるところ、返せるところが唯一知らないあなたと僕が対話できる唯一のこの部分じゃない。そうなので、俺はさっきも言ったように隙間時間を使ってそういうものを返したりとかそういうことをしてる。だから実を言うと、言われてるほど視聴回数を増やしたり登録者数を増やしたりっていうところにマインドフォーカスしてない。俺はファンがつくような動画を作れば最終的には登録者も増えるし視聴回数も増えるっていうことを理解してるので、まあ、だから俺はね、そのなんていうのかな、こうみんな、あの視聴回数だとか登録者を増やそうって考えてるよりっていうんじゃなくて、俺はね、この自分が作ってるその動画をみんな見た時に最後まで見てみよう、私はこう思う、あ、コメントしてって思わせられるようなものを作ろうと思ってる。それが結果的には視聴回数と登録者数に増えて、あの、反映されるから。で、俺はね、やっぱり、まあ、街中歩いても本当に声かけられると思う。はっきり言って、5万7千人ぐらいしかまだ登録者がいない人からしてみると、かなりなんか広がったなと思う。でもそれは俺は、ちょっと自分はそこは自信あんの。なんでかっていうと、良かったなと思ったのが、それだけ人の心に残るもの、あ、俺作れてるんだなって俺その時に思うんだよ。みんなって言うもん、あの動画見ましたって、あの時にこうやって話したのって、僕はでもこう思うんですよぐらいまで言ってくれる人がたまにいるんだよ。そう、そういうのはこうなんつうのかな、すごく嬉しい。みんなね、このね、俺は目的と結果、これを履き違えたらやっぱりいけないって俺は思ってるのね。そう。例えば、お金ってあるじゃん。結構、お金が目的の人間って、お金手にすることできないんだよ。なんでかっていうと、お金ってね、人の役に立ったという結果で入ってくるもんだから。つまり、ね、お金を見てる人って大体人の役に立たないといけないってことがおろそかになるんだよ。あ、お金ばっか見て人のことを見ない。人のことを見ないから。だからね、こう目的と結果がね、結局そんなんだろう、こうね、ごっちゃにこうなってるのよ。そう、お金は結果なんだよね。目的をね、人を喜ばせるってところに持っていった時に結果のお金はガーバーって入ってくるよ。そう。結構、あれもそうだよ。チャンピオンベルト。でしょ？強くなった結果として得られるのがチャンピオンベルトなんだよ。はい、ね。こう考えた人がいたとしたら、強くなれると思う。例えばね、なんか弱いチャンピオン狙って、うん、こいつに勝てばチャンピオンベルト手に入るわって。でしょ？チャンピオンベルトしか見てないやつっていうのは、そこに行き着くんだよ。で、そういうボクサーは、魅力がないやん。そう。俺が思うに、YouTube も、実はそうなんだよ。登録者数だとか、視聴回数っていうのは、結果なんだよ。ね。目的は何よっていうことに、もう一回ね、フォーカスしなきゃいけないんだよ。俺は、人がその、だってね、俺の動画の時間って10分とか20分ぐらいあるんだけど、人の時間を取るじゃん。ね。20分という時間を取ったならば、その時間楽しませてあげたいと思ってんの。何かそこから得るものがあってほしいなと思ってんの。今二人で話してるのもそうだし、これはきっと動画になるんだろうから、それも、あ、俺の話を聞いたらよかったなって思ってほしいんだよ。そう、その結果として登録者が増えたり視聴回数が増えたりすればいいなって思って作ってるよ。確かに目的もともとやっぱりプロボクサーなんで、うん、いろんな人に知ってもらいたいなっていうので始めたんですよね。うんうんうん、確かにそこから、じゃあ
結果としてその数字を見ちゃうじゃないですか、うんうんうん、でその数字の数ばっかり追ってたんですね、うんうんうん、そう目的をまずは見失わないようにでしょそう、はい、だって最初はその栗原啓太という人間を知ってもらいたい、それが広がってほしい、どういう人間かを知ってほしい、だってボクシングで殴り合ってるところだけだったらその人の人間性なんてわからないじゃんでしょ、そこでしょ、そこだったならば、まずそこにフォーカスするべきなんだよ。うん。まず知ってほしい。でも、みんながその面白い人を知るためには、栗原のね、そういう人間的な部分を知るためには、面白くないと見たいと思わないやん。ですね。でしょ？じゃあ次に考えるのは何？視聴回数とか、はっきり言ってそのバズるネタとかじゃないよ。どうやってやったら、面白くみんなが栗原啓太を知ってくれるかな？って考えて、やるんよ。そしたら徐々にだけれども登録者数も視聴回数も増えていくよ。それが結果的にマンモスにならないとね、ただただああなんか今日話したら話は面白いかななんだかなポチあつまんねえはい次行こう、これだったらね、永遠になんかバズるようなネタを考えてないと YouTube 続けられないよ、うん、俺はそれはちょっとやりたくないなと思ったから自分の方法でやってるけどね。なるほど、うん、じゃあもう本当に今登録者の人だとかが、うん、まあバレンさんのファンが楽しむネタを見つけて話す、うんうん、話す、そう、うん、そうで、もちろん登録者じゃない人がやっぱり見てもあこの人なんか面白い初めて見たねって、そう今まで総合格闘技を見てたけれどもバレンさんがボクシングの話をするんで、ボクシングも興味が出てきて最近見始めましたっていう人もいるのよ。そう、今度は今までずっとボクシングしか見てない人たちがバレンさんが総合格闘技の話するから総合格闘技にも興味を持って見るようになりました。そう、そういう、もうね、あのね、そういうところをなんだろう、こう本気でね、マジでその中途半端じゃないよ、そういう人たちを増やそうと思ってめちゃめちゃこう考えて考えて話した結果、絶対登録者数と視聴者回数っていうのはついてくるから、当たり前、これはもうお金と一緒だから本当に、うん、俺はそう思ってやってる、うん、お金もそういうことなんですね。お金もそういうこと、そう、うん、こうやって例えばじゃあ民泊あるじゃん、俺こうやってね、はい、俺ただお金が欲しくてこれをやったのか、違うよ、だってお金だけだったらいろんな方法があるんだよ、なんで民泊なのって、うん、かつ俺民泊でもいろいろあるんだよ、マンションでやるだとか、俺は戸建てをやりたかった、なんで戸建てやりたかったのか、和を作りたかったんだよ、つまりこれやりながら俺楽しんでるんだよ、どうやってやったら外国人が喜ぶかなって言ったじゃん、さっきインスタ撮ったりとか、はい、そうそういうことを考えた結果お金になるだけで、民泊や不動産やったらお金持ちになれる、これ絶対無理、なんでかっていうとこういう考えの人たちって絶対にね、そういう仕事をやっても必ず競合がいるんだよ、競合に勝てないから、うん、どんなビジネスも必ず競合に勝たなきゃいけないんだよ。そう。この競合に勝つためには、カスタマーのこと、お金を出してくれる人のことをまず最初に考えないとダメやろ。うん、そうですね。うん、そう。おー、なんかめっちゃ自分勝手なチャンネルになってましたね。もう、これはね、今俺がやった、コンサル、これ10万ぐらいの価値がある。そう。皆さんもコメントください。これに10万円の価値があると思うんじゃないか。ケイタがその10万円を払うべきかどうかを、どうかコメントで書いてください。はい。逃げ続けます。はい、いや本当ありがとうございます。とんでもない、本当にね、わざわざ今日来てきてありがとうね。いやこちらこそありがとうございます。すみません、はい、いえいえ、今度は沼田も誘っといて。そうですね、だいぶいない沼田さんを今度また呼びたいと思います。はい、はい、じゃあ今日こんな感じで、うん、はい、締めたいと思いますので、はい、はい、本当に動画ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、会いましょう、バイバイ。